か。寿司が来たぞ。じゃん。じゃん。追加分。箸。2本。ポタト。ふう。いただきまーす。イエーイ。パーティー。バラバラになってないよ。何かのお祝い？いや全然、ただね、お寿司が異常に食べたかった日って感じ。まずこちら、スシローセット。トロサーモンとエビ。ポタトー。やったー、今年初だ。ヤンマが発売記念、そういうことにしておこう。やった、いただきます。これに入れようかな。醤油、お寿司。わさびよ、いただきます。まずトロサーモン。やった、トロサーモン、いただきます。うん、うん、ホタテ。みんな大好きマグロ。
エビ。これなんだろう。何か。普通サーモン。うまっ。てかお店でもこのセットあればいいのに。これで1000円しないか。卵。何セット？スシローセット。お茶もらった。ありがとう。お寿司ヘルシー、お寿司ってヘルシーな。いくら、いくら好きやろ。はい。
ま、サーモン再び。ポテト野菜理論、ありがとう。これなんだろう、これ何、縁側、縁側ってのんちゃんが好きな縁側、初かも、ドキドキ。いただきます。美味しいけど、なんでそんなに好きなんだろう、縁側がって感じ。美味しいよ、美味しいんだけど、あったら食べるけど、あーって、なんか一押しとかになるのはすごいね、これが。だってのんちゃんはお寿司の中で縁側が好きとかじゃなくて、全ての食べ物の中で縁側が一番好きだったんだよね、13歳とかで。それってすごくない？エビ、みんなコメント面白いね今日。ハンバーグ寿司食べる人に切れちゃった。13歳はハンバーグ寿司食べとけばええんよ。これ何？
無理。ハマク。ブリとハマチ一緒？ネギトロ。ネギトロもな、美味しいけど、なんかどっちでもいいよな。でかっ。こういこう。はあ、うまあと2個しかない、あとこれだけ、エビとサーモン。エビからかな。好きなものは最後。うん。ま。うん。お腹いっぱいになる。ラスト侍サーモンちゃん、美味しかったです。
さま。大将お会いそで。おすましで。上がりどうぞ。いただきます。温めてもろて。5,000円になります。まあいいとこの寿司屋の寿司ランチで4,800円って感じかな。安くて、でもスシローだからなんと980円。お愛想は客の方から言う言い方ではないという説もある。なんかそういうのあるよね。だから私そういうのめんどくさいから、すいませんお会計お願いしますっていう。あとさ、お会計するときにさ出会う人いるじゃん。あれちょっとやってみたいね一回。すいません、すいませんってやりたい。え、おるおるおる。おるよ。見たことない。よく見るけどな、おじさんがやってる。すいません、チェックで。あ、チェックでって言ってた。チェックで。でもちょっとやってみたいんだよね。昭和の人？え、そうなの？昔上司がやってた。確かに友達でやってる人は見たことないけど、そのおじさまがやっちゃう、やってる気がする。よく見るけど俺でも。胸の前でまた作るおじさんですこれ。私一人でおでん屋さん、あの広島に一個好きなおでん屋さんがあって、まあ、みんなに教えないんですけど、マジで一人でよく行ってるから教えないんですけど、あえてそこで大根だけ、大根とカルピスしか頼まないやべえ客をやってらしていただいてるんですけど、そこでよく見るよ。大根だけ食べるのか。そう、やべえ客なの。大根しか頼まないからね。なんかちょっと気使ってちくわとか牛すじとか頼もうと頼んでたこともあったんだけど、もう別に同じ値段か、むしろ大根の方が安いから、大根だけしか食べたくないし大根でいいやんって感じで、大根だけ頼んで30分40分ぐらいで店を出る、めちゃめちゃコスパのいい客やってます。ちなみにその時のお会計のやり方は、伝票を持って、あです。
ってみたら、いや若い女の子がやってたらちょっと違うでしょ。ごめんなさい、今日大根売り切れなんです。私一回入った店のメニュー見て気にならなかったら出れちゃうタイプの人だから全然帰る、その場合すいませんって言って、が一杯なんかカルピス飲んで帰るから。だって大根食べに行ってるのに。え、バツポーズ女子がやった方が可愛い？違うよ。なんかこんなアイドルじゃないんだからね。あのお店でこんなんしないから。すいませんとかやんないから。あ、すいません。こうだから。そんなアイドルモード発揮しないですよ。生写真撮影ならね、こうやるけど。よいしょ。ちょっと突然の。ツイートをします。ね、ヤンマガのさ、赤いアカウント。なんていう名前だっけ？週刊？出てこん、タグ付けしたいのに。ヤンマが本誌。ヤングマガジン。出てこん。タグ付けできないようになってんのかな。ヤングマガジン、マガジネヤ、ヤオング、綴り忘れないうちに。マガジネアンダーバーヨーング、ヨーング、タグ付けできん、なんで編集なぜか出てきません。
タグ付け禁止にしてるかも。そういうのあるよね。ツイート。ツイートしました。やばい。ねえねえやばい。もっちりクレープ買ってきたのに。リンゴジュースも。冷やすの忘れてた。やばい、温まってる気がする。一回冷やそう。ああ。一回冷やします。ヤクルト1000。